はい、赤レンガ記念ということでやっていきたいと思います。秘密基地小山創生ハッチでございます。こちらね、門別のメイン競争木曜日のですね H2 ダートの 2000m の重賞となっております。というわけで、まあね、比較的北海道門別のトップクラスが集まるね、なかなか興味深いレースになっているわけなんですが、今回はこういった形でやってみたいと思います。まあ、軸は8番チャイアプーン。まあ、コスモバルク記念こそね人気上位で敗戦したものの、まあ、その前もね他地区の重賞でも上位常連で来てますし、まあね、コスモバルク記念一番人気ってことはやっぱり、まあ、少なくとも今年に入る段階で、まあ、この北海道のメンバーの中でも一番手の評価を受けていた馬、もう一回ね巻き返しを期待してみようということで軸でいきたいと思います。まあ、そして4番クラキングス、コスモバルク記念3着検討しました。まあ、その後もね勝ちきれていないんですけれども、まあ北海道勢上位このやってね5頭紹介する馬、ひも4点目までにはね当然入ってくる馬ということで狙っていきたいと思います。まあ、そして5番トレイントレイン、まあ、JRA2 勝クラスから転入2戦目の前走で、まあ、門別初勝利を挙げています。まあ、桑村騎手上位への乗り換わりってあたりも、まあ、ここはね信頼が置けるんじゃないかなということで今回はこういった形で。まあ、そして7番ルールソバール、昨年末はね3着3着と瑞穂記念とかねあの辺かな、まあ、連続でね好走してます。まあ、前走もね、重賞じゃないですけど勝ってますし、10歳馬ながら、まあ、ルールソバール、母競泳トロースってことでサウンドトゥルーとかあの辺のね兄弟の、まあ、その弟ということになります。まあ、この兄弟ね、10歳まで、まあ、各地の重賞3着とかねそういった活躍を見せ続けてきた感じなんでね、まあ、この馬も10歳までは通用するだろうというね、10歳まで衰えない兄弟決闘ということで狙っていきたいと思います。まあ、そして9番バンカブルスター、コスモバルク記念2着前走負けてはいるんですけども、まあ、このメンバーの中でね狙うとすればってことで言うと、まあ、前走負けたのもね、まあ、重賞でびっちり仕上げる間のオープンはねそんなんでもないよという感じなのかなということで、またね今回も紐には拾っておきたいと思います。まあ、以上ね、いつも通りこういった形でやらせてもらいたいと思っております。まあ、というわけでね、またこういった形でやってきますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。この後のね、G1 宝塚記念帝王賞に関してはメインチャンネル、ふえがみ TV の方でも動画がアップされる予定でおります。まあ、その他ね、こちらの方では、まあ、JRA の重賞だけじゃなくて、オープンとかね、2歳、3歳、世代の特別戦、POG や地方の重賞なんかもやってますので、まあ、いろいろとね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。